プロ野球選手は毎年数多くの新人選手がドラフト会議にて指名され入団してきます。日本の野球では高校や大学、社会人、独立リーグと様々な立場からプロ入りを目指すことが可能です。選手たちは甲子園での活躍や大学野球とプロ入りをかけて日々努力を続けています。プロ野球のスカウト陣は試合のみならず学校などに視察に出向き、その選手の能力やポテンシャルをデータ化し球団のフロント陣へと送るのです。このデータをもとに球団の将来に向けてドラフト会議での獲得競争が各球団で発生します。その際にこの選手はドラフト指名が確実であり、何位でどの球団に指名されるのか注目される選手がいるのです。そこで今回はメディアや野球ファンからドラフト指名を確実視されながらも指名漏れしてしまった選手たちを紹介していきます。今回のメンバーはそれぞれがプロ野球界で活躍してもおかしくない存在ばかりです。何かのボタンの掛け違いで人生の歯車がずれてしまいました。プロ野球選手にはそれぞれの歩みとタイミングがあります。この動画を見れば経歴や動機など歴史を含めて振り返っていくことで野球という存在の深さを感じられて、さらに楽しめますよ。一人目は巨人の天才打者と比較された矢田誠吾選手です。この選手は野球の超名門である慶応義塾高校にて1年春から4番を務め、高校通算73本というホームランを放った強打者として注目を集めました。慶応大学進学後もホームランを量産し、大学の先輩であった読売ジャイアンツの天才バッター高橋由伸さんの後を継ぐ由伸2世と呼ばれるようになり、メディアや野球ファンから注目を集めていたのです。そして迎えた運命のドラフト会議、大学の同期である山本康弘と横尾俊武がドラフト会議で指名されていく中、矢田選手はまさかまさかの指名漏れという野球人生初ともいえる挫折を味わうことになりました。当然非凡な野球センスを持つ矢田選手はプロへの道を諦めません。大学卒業後は JXENEOS に入社、1年目から本塁打を量産し活躍を見せますが、プロからの声はかかりませんでした。その後 JXENEOS を退社し、アメリカメジャーリーグのトライアウトに挑戦するも契約は勝ち取れず、最後の1年と覚悟し独立リーグである四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックスへ入団を決めます。それでも2018年ドラフト会議に矢田選手の名前はありませんでした。そして現役を引退し IT 企業へ就職、現在は現役最後の時間を過ごした徳島インディゴソックスで取締役兼球団代表として球団経営と後進育成に力を入れています。2021年のプロ野球セントラルリーグはヤクルトスワローズが前年度最下位から6年ぶりの優勝を飾りました。そのヤクルトの先発ローテーションの一角として大活躍を見せたのが奥川投手でした。奥川投手は2019年の夏の甲子園で活躍し、その年のドラフト1位で入団。その奥川投手に負けない才能を持つと言われた投手をご存知でしょうか。その投手が当時和歌山東高の本格派右腕であった落合秀一投手。185センチ90キロと恵まれた体格を誇り、最速148キロを記録しており、紀州の剛腕という異名までついたほどの投手です。メディアも大注目し、記者会見までセッティングされた中で迎えたドラフト会議。噂されたドラフト1位指名が終わり、2位3位と指名が続きましたが、最後まで落合選手の名前はありませんでした。予想外の事態で本人はどういう反応をするのか注目された中で、野球はもういいですと話し、事実上の引退宣言で驚かせ大々的に報じられたのです。しかし落合選手は周囲の説得もあって引退を撤回、独立リーグ兵庫ブルーサンダーズへ入団となります。いきなり入団会見を欠席するなどの一悶着はありつつも、独立リーグから再び NPB を目指すことを表明したのです。2021年からは同じ独立リーグの06ブルーズに入団、しかし6月に退団し、その後は何をしているのかは不明の状態が続いています。これはあくまで憶測ですが、プロ野球の各球団は落合投手のメンタル面に不安を感じての選択回避だったのではないでしょうか。プロ野球選手候補になるということは、体や能力において全ての選手が飛び抜けたものを持っているということです。しかしその能力を発揮するための練習に耐え抜くことや、ファン・メディアからの視線に耐える精神力が必要ということも言えます。今後プロ野球選手を目指すという人は、精神面や人格者であることも求められると頭に入れておきましょう。
指名候補と呼ばれる選手には学校や会社にて当日の記者会見の場がセッティングされます。近年は記者会見に加えて密着や家族のインタビューなどの特別番組が組まれることが多く見られるようになりました。2017年のドラフト会議に向けての特別番組にて家族の野球へかける情熱が特集され、九州共立大学からプロ入りが確実視されていた内野手がいました。それが望月亮太選手です。望月選手は東大阪大柏原校で1年生ながら1番打者を任され、同校の甲子園初出場に貢献。九州共立大でも1年から主力選手として活躍し、通算110安打2度のベストナインを受賞と輝かしい成績を収め、アマチュア球界屈指の好打者として大注目を集めたのです。その注目の現れが特別番組の特集でした。ドラフト会議当日は特別番組が放送され、指名を待つ姿がテレビで中継されたのです。しかし12球団から最後まで望月選手の名前が呼ばれることはありませんでした。まさかの事態で望月選手が呆然とする姿がテレビで中継されたことが話題となったのです。プロ入りは諦めず、社会人の東芝で大学卒業後はプレー。2021年1月からは独立リーグの四国アイランドリーグプラス香川オリーブガイナーズに入団しました。年齢は26歳になり、最後の1年と覚悟してプレーしましたが、2021年のドラフト会議でも名前が呼ばれることはありませんでした。才能や将来有望な未来が見えても、タイミングや球団の方針などによってプロ入りできない選手たちも毎年多くいるということの典型的な例となってしまいました。4人目はメジャーリーガーの田澤純一投手です。メジャーリーガーがなぜドラフト会議と感じる方もいるでしょう。田澤投手は横浜商科大学高校でエースとして活躍し、日本石油に入社。先発リリーフと両方で活躍し、プロ注目の選手となりました。しかし田澤投手は記者会見でメジャーリーグ挑戦を表明するのです。日本のプロ野球球団を経験せずのメジャーリーグ挑戦は前例がありませんでした。NPB と MLB 間には互いの国のドラフト候補選手とは交渉しないという紳士協定がありますが、田澤投手のようにアマチュア選手本人がメジャーリーグ挑戦を希望しているにもかかわらず、これを拒むことは職業選択の自由に反すると判断され、例外となりました。しかしプロ野球機構はアマチュア選手の海外流出を防ぐことを目的として、ドラフトを拒否して国外プロ球団と契約したアマチュア選手に対し、日本球界復帰後大卒社会人出身の選手は2年、高卒選手は3年間、 NPB 球団は契約しないという12球団の申し合わせ事項、通称田澤ルールを設定したのです。田澤投手はレッドソックスでワールドシリーズ制覇など大活躍を収めました。その後数球団を渡り歩き、34歳になった2020年に日本復帰となります。7月にルートイン BC リーグの埼玉武蔵ヒートベアーズへ入団。日本でのプロ経験がない中でメジャーでプレーした場合にドラフト指名ができないという田澤問題について、プロ野球機構は撤廃を発表。田澤投手は日本プロ野球界でのプレーが可能となり大注目となりました。しかし球団が本人と交渉して入団ができるということではなく、アメリカで12年プレーした田澤投手であってもあくまで新人扱いということになりました。新人ということはドラフト会議での指名でのみプロ野球球団へ入団可能というものでした。田澤投手の能力や経験は評価されたものの、34歳の新人選手をドラフトで指名するのはリスクが高いと判断され、2020年のドラフト会議では指名がありませんでした。田澤投手の例は特殊な指名漏れです。メジャーリーグに直接行ったことだけで母国へのプレーに支障が出るという何とも悲しい幕切れとなりました。メジャーリーグで大成功を収めた投手が日本プロ野球界にどんな財産を残してくれたのかと想像すると残念でなりません。最後に紹介するのは日本プロ野球界の歴史に残るヒットメーカーである秋山翔吾選手です。秋山選手は横浜創学館高等学校時代に1年次からレギュラーとなり、走攻守揃った選手として注目をされました。甲子園出場こそなく無名に近い選手ではありましたが、スカウト陣からの評価は高いものであり、将来を見据えたドラフト指名があるのではないかと言われていたのです。しかし高校最後は足首の靭帯損傷でプレーができない状態であり、指名は回避されました。横浜創学館高等学校の監督が八戸大学の監督へ直々に連絡を取り、進学となりました。
1年次から1番打者としてプレーし、春秋連続でベストナインを獲得する活躍を見せます。また4年次の春は4番に座り、勝負強い打撃で打率4割8分6厘14打点を記録。最優秀賞、首位打者、最多打点、ベストナインの4冠に輝き、非凡な才能を再度プロ野球界へアピールしたのです。そして2010年のドラフト会議にて埼玉西武ライオンズのドラフト3位指名で入団。入団後は日本を代表するヒットメーカーに成長し、2015年には NPB 新記録となる年間215安打を達成。日本代表として国際大会でも活躍を見せ、2020年からメジャーリーグレッズでプレーしています。秋山選手という偉大な選手であっても、怪我やタイミングによってドラフト指名漏れを経験しているのです。絶対ではないですが、諦めなければ夢は叶うということを信じさせてくれる存在と言えるでしょう。いかがだったでしょうか。今回はドラフト指名漏れを経験した野球選手たちを紹介しました。初めて名前を聞いた選手もいたのではないでしょうか。今回のメンバーはそれぞれがプロ野球界で活躍していてもおかしくない選手ばかりです。今回紹介した選手以外にも、あと一歩でプロ野球選手になれたであろう選手がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。